では時間になりましたので、チェンジメーカーズに聞くを始めたいと思います。今日はこのシリーズの7回目になりますが、トラヤの黒川光弘社長をお呼びしております。トラヤといえば和菓子の老舗ということで、もうほとんどの方はご存知だと思いますが、ちょっと簡単にご紹介をしますと、もう5世紀にわたるですね、歴史、長い歴史をお持ちだと。で、創業は遡れる、確実に分かるところで言って、室町時代の後期から続いているということだそうです。で、ずっと京都で製造販売というかご商売されてましたが、明治維新を機にですね、東京にも進出されたと。で、その後百貨店での販売ですとか、もちろん銀座店、日本橋店とかですね、どんどんお店を広げたりされてるんですけど、で1980年ですね、もう今からもう36年前になりますが、フランスのパリにもうお店も出されて、ということでいろいろグローバル化にチャレンジという歴史があります。で、この黒川社長で17代目のご当主と伺ってますが、この黒川さんが社長に就任されてからですね、結構その時代の変化に合わせたその事業の革新というか、いろいろこう新しい試みをいくつもこうやれてきておられまして、後ほどお話もちょっと出てくると思うんですけど、和菓子と洋菓子の垣根を越えるようなですね、創作菓子の取り組み、そういったお店とか、トラヤカフェというんですかね、カフェっていう、で、あと東京ミッドタウンとかですね、御殿場市なんかにもで新しいこう形の お店、お店だけとも言えないような、そういった新しい施設というか、作られているという、そういったチャレンジのですね、経営をされているということで、です。で、黒川さん、ちょっと簡単に経歴を紹介しますとですね、1966年に学習院大学の法学部を卒業されまして、最初の富士銀行ですね、今のみずほ銀行に3年余りですか、在籍されてから69年にトラヤに入られた。で、91年2月から代表取締役社長を務められているということですね。では、まず、黒川さんから30分ぐらいをめどにお話をいただいて、で、後ほど、その後質疑応答という形で進めたいと思います。司会はクラブ企画員の日経新聞水野です。ではよろしく黒川さん、お願いいたします。今日は座ったままで、座ったままでいきます。黒川でございます。お許しをいただきまして、座ったまま話をさせていただきます。こういう場に呼んでいただきまして大変光栄に思っておるのでありますが、私どもがそのチェンジメーカーズというこのテーマに沿ったような会社なのかどうかというのはいささか自信もないんでありますけど、少しのお話をさせていただきたいと思います。私はもう35年ぐらい前になるんですが、青年会議所という団体がございまして、それの会頭をやっておりまして、偉そうに新聞記者の方たちを前にして何か偉そうなことをだいぶ言わせていただきまして、当時はいろいろ優しくというか温かくというか厳しく指導をしていただきまして、本当のこと言うと今日もだいぶ緊張しておるんでございますが、どうぞよろしくお願いをいたします。今お話がございましたように、私どもの会社のこと等を少し話をさせていただきますが、その前に、和菓子業界というところをあまり皆様はご存じないんではないかなというふうにも思いますので、ちょっと簡単に話をさせていただきたいと思います。毎年全日本菓子協会というのが数字をいろいろ出しております。菓子の小売金額なども発表いたしております。和菓子を和生菓子、洋菓子、チョコレートでありますとか、ベーカー、飴というようなスナック菓子というようなジャンルに分かれております。全体の小売金額では2014年度は3兆3300億円ぐらいがその菓子というところに入ります。
の、 あの総額でございます。前年に比べまして 102.5% ほど伸びておりました。和生菓子の、小売金額は4750億円程度でございます。それが大きいかどうかということなんですが、チョコレートが5040億円で、一番多くございます。その次が和生菓子ということです。そんなに売れてるのかと思いかもしれませんが、まあ、町の角のお菓子屋さんに大福があったりとかどら焼きがあったりとかって、あの意外とまあ近場にも、皆さんの近場にもちょっと見ていただくと意外とあの小さなところではありますがあると思います。2年ほど前までは和生菓子が一番そのジャンルとして大きかったんですが、チョコレートが現在では一番多くございます。それから実際に和菓子の、その和生菓子の小売りのピークにありましたのは1993年、まあバブル崩壊と言われたような時だったと思いますが、1993年に約6000億円ぐらいの数字がありました。それから、徐々に下がってきておるというようなことです。ただ2年ほど前からまたちょっと底を打って、少し和菓子の需要も伸びておるというような状況でございます。製造業者なんですが、だいたい平均しまして、4人から9人というような規模の方が一番多くございます。で、私どもは今900人ぐらいおるんですが、100人を超すような事業所というのは全体の1割以下 7% ぐらいでありまして、ほとんどのその業者さんは4人から9人あるいは20人ぐらいまでというところに大体が占められておるというのがあの現状の和菓子屋でございます。和菓子の、それから全国和菓子協会というのがございます。そこに所属をしている方はあの現在2100名ほどなんですが、2100社ほどなんですが、これも平成12年、2000年頃から見ますと、かなり減っております。2000年には2600社あったんですが、現在の会員数は2100社というように減っております。東京も同じような数字で減り、東京は670社あった。平成、12年、2000年には670社あったんですが、現在440社ほどに減っております。まあ、そのような形で、和菓子業界というのもやはり後継者難、というようなことが非常に多くございます。あるいはその需要が今まで贈答に使っていただいておったようなものが減ってきているというようなことで、かなり数字が下がっておるというのが現状でございます。それから続きまして、私どもの会社の歴史についてちょっと話をさせていただきますが、ご紹介いただきましたように京都で創業いたしました。室町の後期、1520年代から京都で商売をしておるようでございます。御所御用の出入りということにつきましての資料があるのですが、それによりますと、御用税天皇の在位中、これは1580年頃からでありますが、御用税天皇のご在位中に虎屋がそこの商売、あの仕事を、御所の出入りをさせていただいてたというのが残っております。その時代の資料が特にその書き物として残っているわけではないのでありますが、だいたい当時その御所に入れるにはやっぱり2代3代かかった。それはあのいろいろな他社の記録で残っております。それかけるその1台だいたい25年から30年こういう会社で、まあ他の会社もそうかもしれませんね、あの25年から30年ぐらいが1台やっておりますので、それをかけますと1520年代ぐらいに遡ります。その頃から商売をやっておりまして、私で17代目になります。まあこの会社の特徴としては1台1人限りというのがございまして、約900名今日おる人数、人間、あの社員の中で、黒川の親戚にあたるもの、あるいは黒川に近いものというんですか、その血筋が
血が通ってるものっていうのは私と私の息子しかおりません。一代に一人おる私の祖父がいて父がいて私がおったというような時代もありますけれど、それ以外は黒川とは関係ない人で支えてもらっております。そのようなことが特徴ではないかなというふうに思っております。今日に至るまでにいくつか の大きな出来事があったというふうに思います。一つは京都で、から東京に出てまいりますときにというのは明治維新の時に東京に出てまいりました。御所の御用というのが主の仕事でございましたので、明治維新に東京に出てまいりました、まあ、その時の決断というのは非常にやはり大きかった一つの決断ではないかなというふうに思います。それからその次にも言えますのは、やはり関東大震災というような大きな、ああいう事変というか地震があったわけでありますけど、その時まで本当にそのご注文をいただいて商売をしてたようなものを、いやこれではもう先行きダメではないかということで、店頭販売をするようになったり、当時では珍しいそのダイレクトメールをお客様にお送りをしたりというようなことで、かなり当時としては思い切った変革をしたという記録が残っております。それからその次はやはり戦後というか第二次大戦の頃の後であります。非常にまあ苦しい時期であったようでありますが、それからしばらくしてこれからは少しデパートにも出さなければいけないということで、デパートにお願いをして店舗を構えさせていただくというようなことがその後に起こっております。そんな時代の中でいくつかのチェンジメイクというか、いろいろなことが大きなところではあったわけであります。そして近くなりますと、先ほどもお話をいただきましたようにパリに店を出しました。1980年でございます。16年ほど前であります。36年ほど前であります。当時皆さんお分かりと思いますが、こう日本って、うさぎ小屋に住んでいるとか、あるいはなんかトランジスターを売りまくっておるというような、こう非常にこうネガティブな日本の印象というものが強かったわけでありますが、当時は私の父が中心になってやっておった時代でございます。いや日本人っていうのはそういうものではないと、もう少しいろいろなことで文化を持ったり、歌詞一つについてもいろいろな思いを持って歌詞を作っておるんだということを少しでも知っていただきたいというような大層な思いを持ってパリに店を出しました。なかなか最初のうちは苦労が続いたわけでありまして、それから15年ほど経ちましてからやっと少し認めていただくようになりまして、現在では約8割9割の方がフランス人、外国人ということですね。日本人以外のお客様が8割9割を占めてくださっております。最初その日本の文化を向こうに発信をしたいというような偉そうなことで出てったわけでありますが、そこから得たものは非常に大きいものがいっぱいありました。一つはですね、制度的な問題なんですが、当時1982、83年だったと思いますが、当時その勤めていたフランス人の女性が出産をすると、そのためにその休職をしたいで、ああそうかっていう話は東京で聞いてたわけでありますが、どのぐらい休むんだと言ったらば、確か2年間ぐらいのなんか休暇だったんですね。で日本にいる私なんかはそれちょっとなんか聞き間違いじゃないかと、そんなに休まれて一体どうするのっていうような、残念ながら私の頭の中はその程度の認識しかないなかったんですが、いやそれはフランスの法律でそのぐらい休んでもらうということになりますと、その間当然のことですが他の人で補充をする。じゃあその本人が戻ってきたらその補充をしたその人はどうするんだ、いやもちろん辞めさせるわけにはいきませんって、1名増えるということになりますというような現実を聞かされました。でこんなことってあるのかっていうふうに思っておったんですが、当時その日本でちょっと興味もありましたんでいろいろ調べてみましたらば、富士ゼロックスさんと
確かソニーさん等がそういうことに対してものすごくやはり前向きな新しい制度を取り入れようとしている会社でありました。あのフジゼロックスでいろいろ小林洋太郎さんなんかにも教えていただいて、あのどういうふうに考えるんだっていうようなことを指導をいただいたんですが、やはりこう働くっていうことはそういうことだと、働いている人に対してやはりそういうことをもう少し考えなければいけないというようなことで、まあ我々規模の企業としてはあのかなり早かったと思いますけど、1990年ぐらいになりましたときには、あのそういう制度も私どもの会社でも導入をしたりいたしました。そういう意味で、まあ知ってることをこちらからをこう教えるんだみたいなつもりで出てったのに、本当に最初のうちはいろんなことを教えていただいたというのが印象です。もう一つ大きなことは、フランスでモフというんでしょうか、最高、まあ、国家が与える最高技術者、これはまあもちろん洋菓子を作る人であったり、チョコレートを作る人、アイスクリームを作る人、あるいは、靴を作る人だとか洋服作る人とかって いろんなジャンルでそのモフという称号が卓越した人には与えられるんですが、その人の言葉を直接話をしている中で聞いて、やはりこう守るべきものは伝統とか文化っていうのは守るべきものだと、だけれど技術はどんどんオープンにしろと、技術はどんどん皆さんにこう後継者育成のためにもオープンにしなければダメだっていう言葉を聞いたのも、非常にあの今のトラがものを考える上において大きなことだったと思います。とかく我々こう古いところにいる人間っていうのは、なんかこう我が社の秘密だみたいな、秘伝の技だみたいなのが、話としても面白くなったり、まあそういうふうに言いたくなりがちなんですが、そういうことではなくて、技術っていうものはもっとオープンにしなければダメだということを教えてもらいました。まあそれ以来ということでもないんですが、なるべくいろんなことに対してオープンでいきたいというふうに思って商売を進めております。そんなことがまあパリでございました。最初のうちはなかなか理解を得ることができませんで、まあ羊羹をお皿の上にお出ししたらば、なんかこれは黒い石鹸かって言われた。黒い石鹸、まあ日本の方、ここにいらっしゃる方なんかでもし皿の上に羊羹が出てきて、これは石鹸かって言われるような方はまあいらっしゃらないかなと思いますけれど、向こうだと全然文化が違うとそうなっちゃう。じゃあどうすればいいんだ、もっと色をつけてほしい、味が欲しい、形が可愛い方がいいっていうような、まあフランス人の意見を聞いたりして、まあ後の商品開発なんかに生かしたりしておるようなこともございます。まあそんなことがありまして、その延長線上でトラヤカフェというものを作りました。これも先ほどご説明いただきましたが、まあトラヤが作る新しいこうジャンルの菓子、洋菓子でも和菓子でもない新しいジャンルの菓子というような思いで作っております。まあ、和菓子っていうのは本当に今後残るものかどうかっていうのを非常にこう危惧をしておりました。1980年そのパリに店を出した頃、あるいはその前あたりから本当に和菓子って残るかどうかっていうのが非常に心配なことでもあったわけです。それで何かこう新しいものが得られないかという思いもあってパリにも店を出したわけでありますが、まあその延長線上でトラヤカフェという新しいジャンルの菓子を作ってみようと、あんこと、それからそれに相性のいいその材料、これ意外とまああの料理の方なんかはよくおっしゃることでもありますが、同じような色のもの、例えばその赤ワインと小豆とか、あるいは白いものと白い何かっていうような色が合ってるものっていうのは意外とこう馴染みがいいというようなことも教えてもらったりしながら、いろいろ新しいそういうような菓子を作って、新しい店を作りました。まあ最初にそういうとなんかこう思い切ったことをやったわけでありますけれど、それもまあ非常にこう心配をしながら、大体まあうちの会社は古い会社でありますから、いる人間もどちらかというとこう発想的には古い人が多くて、トラヤがそれでまずくなったらどうするんだとか、
あるいはその名前が汚さないようなことをやりましょうねとか、もう非常にこう後ろ向きの話ばっかりだったんですが、まあ、やってみてある程度成功をしだしたら、みんな乗ってきまして、いいことだいいことだって、もっと前に言えよっていう感じなんですが、まあそんなこともございました。まあ、そういうことがきっかけで若い人たちがもうどんどんそのもっと新しい発想を出そうって、新しいことを言っても別に大丈夫だっていうような、あのまあ会社の風土も変わっていったんではないかなというふうに思います。そんなことでトラカフェというのを作ったりいたしまして、今日に至っております。現在やっておりますことをちょっとお話をしたいと思うんですが、一つは羊羹を世界へというテーマを掲げまして、みんなを鼓舞しております。まあ、なんで思ったかっていくつかの理由、まあ、もう 4,5 年になるんですが、なんでそう思ったかっていうと、どうしてチョコレートって世界中どこ行ってもチョコレートで通用しちゃうの。アメリカ行ってもチョコレートで食べるし、ヨーロッパだってチョコレートだし、まあ、言い方はもちろん言葉によって違うわけでしょうか、どこ行っても通用するって思って、なんで羊羹は通用しないんだっていうふうにまあ思ったんですね。それでチョコレートを調べてみると、チョコレートのカカオの豆の元になるようなものっていうのはもう紀元前2000年頃にすでに発明をされて、発明というか見つけられているんですね。ところがそれがなかなか人の口に入る、最初はそれをなんか煮てその汁を飲んだみたいなことが書いてあったりしますけど、なかなか人の口になじまなかった。それが実に今からまだ170年ぐらい前でしょうかに、初めてそのカカオの豆と、ミルクと砂糖というものを一緒にする人があって、それ以来急速にそのチョコレートっていうものが、まあ、いろんな形をなすわけでしょうけれど、美味しくその皆さんの手元に渡るようになったっていうふうに書いてありまして、なんだチョコレートがそんなになってまだそのぐらいの年月かと、我々も100年ぐらいかけりゃ羊羹世界に行くんじゃないかっていうふうにまあ思ったりして、みんなに声をかけているわけです。ただまあそう言うとですね、まあやっぱりいろんなものが見えてきまして、じゃあ今何しなきゃならないかっていうのがまあ見えてくるわけです。例えばじゃあ外国行った時に、だからそれはまあ我々がそのなんていうんですかね、その会社の人たちに、こういう問題あるんじゃないか、ああいう問題あるんじゃないかっていう部分もわざとあるんですけれど、例えばじゃあ今はもう少しその外国人の方が多い中で、語学がこのぐらいの程度で世界に行けるかみたいな、今の問題としてはその語学をもっと中国語であり英語でありフランス語であり喋れる人間というものをもっと社内に要請をしなければならない、あるいは店頭に見えるお客様に対してもっとそのいろいろな言葉で表記をしていかなければならない、あるいは今小豆は北海道で取れるものを使っておりますが、世界の中で一体どういうところでどんな小豆が取れているのかって、それが本当に羊羹になるのか、まあ、この問題は実際に2011年の東日本の大震災が起こった後にもう思ったんですが、あの時の本当にその風向きによっては我々が小豆を作ってもらっているところに相当な放射能が、をかぶったんではないかと思うんですが、まあ、幸いというのか、そういうことはありませんでした。しかしそのお茶の葉っぱなんかについてはパリに輸出をしてて、パリでは本当に1年2年間ぐらいは受け入れてくれなかったですね。日本のそういうものは受け入れないっていうことで、そんなことを思った時にその我々が、日本の一箇所だけに頼った小豆を使ってていいんだろうかっていうような思いにもなりましたし、世界のじゃあどこで小豆が作れるのかっていうようなことを今調査をしたり、実際にそれで小豆を炊いたりしているというようなことにこうだんだん発展をしていく、そのいっぺんにそんなことができるわけはないわけでありまして、やはりこう物事の順番というか、それがあってこそことがなせるということだろうと思います。そのために今やらなければいけないということがこう明確になってきたということもあろうかと思います。
もう一つ我々の新しいその挑戦しておりますのは、高齢者の方に優しい企業になろうということを、その企業計あの経営計画の中に盛り込みました。まあ、これから日本の社会がどんどんその高齢化をしていくって、それは一般的に言われているのは、なんか高齢化になるとってこうどうしてもそれはネガティブなその書き方が多いと思うんですが、そうではなくて、やはりこう戦争がなくて、そして医療が発達をして、食べ物もこんなに良くなったって、そういう日本だから今の高齢社会があると、それをなんでその悪いことだみたいに取るんだって、そういう方たちが本当にこう豊かに暮らせるような、楽しく暮らせるような日本というものをもっと想像していっていいんではないかというようなことを、まあ打ち出そうと思ってやっているわけであります。人口の4分の1はもう65歳以上というようなことでもあるようでありますし、決してそれは悲観することではないというような観点に立ちたいというふうに思います。それで、ね、実際にそういう研究をしている方たちにいろいろ教えを請いながら、もうこれも 3,4 年は経つんですが、実際に始めました。で、最初のうちはその若い人、まあ、私どもの会社はかなり若いございます。平均年齢32歳ぐらいでありまして、まあ、女性がその中の7割ぐらいが女性で、3割ぐらいが男性なんですが、その店頭に立ってくれてるそれらの人々、あるいは作ってくれてるそれらの人々が、若い人たちはどうかなと思ったんですが、これが意外とというとちょっと語弊があるのかもしれませんが、若い人が非常にこうなんか自分のことのようにそういうレクチャーを受けてくれました。で、店頭に立ってる人にしてみれば、あ、今まで見えてるお客様でどういう行動をなさった方があって、どうもその気になる、だけどそういうことが裏側に高齢者の方にはあるんだなっていうのが分かったっていうようなこと、あるいはその自分の両親がもうそういう年齢にすごく近づいてるっていうようなこと、あるいは久しく祖父母のところに声をかけなかったけど、今日帰ったらなんか早速電話をしてみたいという気持ちになったというような、まあ非常にこう前向きなことを感じる人たちがやっぱ出てきました。例えば高齢の方、まあ私なんかももう高齢なんですけれど、店頭に行って何百何十何円でございますみたいなことを言われて、後ろに人がいたりするとなんかもう面倒くさくなっちゃって、すぐ1万円札出しちゃったり1000円札出しちゃったりしてお釣りをもらう、いちいちなんかこれが10円でこれが5円玉っていうのをこうなんか暗いところで見るのは面倒くさいから大きいお金出しちゃう、まあ、ご経験がある方もあるかもしれませんが、店頭にいる人間から見るとどうしてあんなに細かいお金をいっぱい持ってらっしゃるのに1万円ここで出されるんだろうっていうふうに思うっていうんですね。だけどそういうことがあるのかと、裏には人を待たせたくない、あるいはここでこう探すのに時間かかるのが嫌だ、だからつい大きいのお金を出しちゃう、あ、そういうことかっていうことで、今度は店頭にいる人間がもしその小銭私どもの方で両替させていただけませんかと、私どももそういう小銭を大変大切なんで使わせていただきたいんで、こっちで数えますから変えていただけますかっていうと、お客様の方が喜んで、え、変えてくれる、ありがとうって言ってそれを変えてくださるっていうようなことで、あ、そういうことが裏にあるからこういうことができるんだな、あるいは同じことをそのお話をするなら、やっぱり本当になんかこう自分でも思うんですが、こう視野が狭くなってきてるっていう感じがするんですね。だから横から何か言ってもなかなかわからないって、やっぱり真正面に向かって真正面 にいてお声をかける、その方がよっぽど分かっていただけるっていうようなことがいくつも現状の問題点としても出てきたりして対応したりしております。あるいは箱が開けにくい、あるいは文字が小さいから大きくしてほしいというようなことで変更しているものもございます。そのようなことでいくつか その問題点を実際に改良を今しようとしております。まあそういうようなことで、それの先にもやはりいろいろやらなければいけないことがいっぱい出てきていると思います。やはりそのある年齢になられた方の
雇用の問題でありますとか、その人たちにどうやって元気に働いてもらおうかっていうものも考えなければいけませんし、現在のやはりその会社のなんていうんですか、そのシステムというか構造はどうもそのある世代の人たち向けであって、高齢の方たちに対してのその雇用をどうするかっていうようなことに薄いっていうようなこともございます。でそういうものを変えなきゃいけないと思います。人事政策も変えなきゃいけないと思います。働く時間なんかも変えなければいけない。そんなことが、まあ、そういうテーマを取り上げることによっていろいろ見えてきたと思っております。それからすごく大きなことの一つは、まあ和菓子を作る、自分がそういう商売仕事をしたいからということで和菓子を作るというようなことでこの会社に入って、で和菓子を作ってそれをお売りをする、そういうことでまあ自分がやりたいことをやって社会に貢献できてるっていうふうに思うんですが、思ってくれてると思うんですが、それは自分側から見た時にはそういうことが好きなお客様、和菓子が好きなお客様には貢献できてるかもしれないけれど、その世の中に貢献できてるというような思いになかなかちょっと至ってない部分もあったかなと思うんですね。で、まあ、そういうことを我々もあんまりこう指導してこなかったかもしれないんですが、こういうことをやってみますと、世の中本当に高齢者の方がそれだけ多くなってる中で、自分たちの働いてることで先ほど申したようなことも含めて、そこにおられる人々が何か喜んでくださるっていうようなことを目の当たりにする、あるいは自分の行為でそのお客様がありがとうって言ってくださるっていうようなことで、こうなんか自分がやっぱり社会の中になんか貢献できてる、ただたかが和菓子を作ってるだけだけど社会の中に貢献できてるんだっていうところにこう思い至るような人間がやっぱり増えてきたっていうふうに感じています。まあそういうことがあってこういう計画をしてい経営計画を立てていることも決して無駄ではないんではないかなというような思いを今持っております。そろそろ私の方で一方的にお話をさせていただく時間を終わりにしたいと思うんですが、一時その伝統は革新の連続であるというようなことをこうなんか申しておりました。ある時はっと気がつきまして、まあ、気がついて10年ぐらいは経つと思いますが、革新をしているようなことって我々何もやってないんではないかと、本当に革新をやるっていうことはどういうことなのかと感じた時に、今我々がやってることはもうやらなければいけないからやってるだけだ、この企業が生き残るためにやらなければいけないからやっておるだけだっていうふうにどうも思えてきてしまいまして、革新の連続だなんてよくぞまああんなことを偉そうに言ってたなということを今反省をしたりしているところでございます。そんなことで私の一方的な話をこの辺で終わりにさせていただければと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっと私の方からじゃあ一問だけちょっととりあえず質問をさせていただきます。非常に長い歴史のトライアなんですが、そのちょっとお話の中でちょっと一点ありました、一代一人限りでしたっけ、といったように非常にこう長く歴史を刻んでこれただけのその理由っていうものがですね、おそらくトライアの経営っていうのはあったと思うんですね。でその一代一人っていうのがおそらくそうです。ちょっとそれをちょっと詳しくちょっとご紹介してほしいのと、他にもなんか家訓がないとかですね、なんかそのブランドを守るために別家制度でしたっけ、っていうかのれん分けをしてこなかったとかですね、それ非常になんかこうトライアならではのですね、そういった工夫っていうのがちょっとそのせっかくでの機会ですんでちょっとご紹介していただきたいなと思うんですけど、一代一人というのは、まあ、実際にいつからなのか分かりません。私どもの、その私は17代って申しましたが、12代目のものが江戸じゃない東京ですね、東京に明治維新の時に出てきたのは12代目のものでございます。でその頃からはもう本当に一代一人限り間違いなくなっております。でその前 の家系図なんかも残っておるんですが、それも
1代1人という格好では残っております。まあ、同業の中にやはりこう家族の方でやってらっしゃるというところも実際にあり、それがまあみんなその仲間じゃないですね、その親戚一同でこう助け合って企業成り立ってるっておっしゃるところもあるんですが、私はまあ1代1人限り、ある言い方をするとすごく冷たいことでもあることなんですが、それが企業存続にやっぱり生きてきてるんではないかなと思います。兄弟が私も3人おるんですが、私は長男なんですが、まあ兄弟がこの会社にいたらみんなわがままなことばっかり言うんじゃないかと思っていない方が良かったかなというふうに感じるところもございます。そんな意味で一代一人限りは、今息子が会社に入っておりますから、2人一代一人ずつで2人そのおりますが、そんな状況ではございます。それから家訓というものはないんですね。で、まあ家訓もいろいろこう調べてみますと、まあいろんなのはありますが、どちらかというと、まあ、こういうことには手を出すのとか、こういうことをしてはいけないとかってこうやはり否定的なものが多いかなというふうに私はまあちょっと感じます。で、家訓がないっていうことは何だろうって思うんですが、で、一つだけあるっていうか、その代が変わるときに守り本尊というんでしょうか、毘沙門天像っていうのは京都に祀ってありまして、普段扉を閉めてその外側からお参りをしていると。で、それを代が変わるときにだけ一回開いて、それを拝めという儀式があるんですね。で、私は父が亡くなったときにそれをやりました。で、まあ一人でそのお像の前に一応退治して、まあいろんなことを、どうせ後でみんないろんなことを聞かれるからなんかいっぱい考えておこうと思っていろんなことを考えてたんですが、まあ、その時思った一つは、そうか、家訓がないっていうことは、もうこれはこれからはお前の時代なんだから、まあ好きなようにやれよと、やりたいことやったらいいじゃないかっていうことを言ってるんだろうなと。まあそう言ったからといって無責任になれるわけではないんですが、まあよし、思い切って俺の時代だけは好きなようにやろうかっていうふうに思ったのも事実であります。まあ、そういう意味では縛りがないというような意味に私は捉えて、前向きに対応していきたいというのが家訓ないということに対しての考えであります。それからのれん分けというのはいたしておりません。で、昔はその制度も現在はもうやめましたから 40年ぐらい経つと思いますが、別家制度っていうのは昔ありまして、内別家外別家っていうのは古いうちにはよくあった例のようであります。私どものところはなんか内別家っていうんでしょうか、もうその黒川といううちと同じように、なんていうんですかね、こう古くから働いてくれてるあなたに それになってもらうみたいなことをその人に告げて、ある人にはそのじゃあもうこの家に住んでくれって言って家まで何て言うんですかね、こう渡したっていうような例もございます。あるいはその私どもと同じようなその門があるんですが、もそれの着物をなんか着てもらって同じような扱いをさせてもらったと。いうようなのが私どもで取っておりました。その別家ということで、のれん分けという形ではなく、そのような形で、まあ、古くから長く勤めてくれた人に対しての一つのそのお礼というかをさせていただいてたようであります。ありがとうございました。では会場からですね、質問をお受けしたいと思います。お名前、挙手の上、お名前と所属を名乗っていただいて、まあ、できるだけちょっと簡潔に質問をお願いしたいと思います。ではいかがでしょうか。壁際にちょっとマイクがありますので、それを使いたいと思います。ちょっと、いかがでしょうか。どんな質問でも、はい、じゃあ後ろの方どうぞお願いします。
デモクラテレビの山田と申します。俗なことを聞いて申し訳ありませんが、儲けるということに対してどの程度執念はお持ちなんでしょうか。企業というのは大体こう儲けるということが一つの軸になったりしていますが、お宅はやっぱり存続することなんでしょうか、味を守ることなんでしょうか、従業員を喜ばすことなんでしょうか、お客に満足を与えることなんでしょう、何を一番重視し、その重視していることと儲けというのをどういうバランスでお考えになっていますか。それに絡んで言えば、多分これだけ大きなお店だと上場しないかとかですね、いろんなコンサルがいろんなこと言ってきたりすると思うんですけど、そういったことはまあ多分お断りされてると思うんですが、なぜそういうことをどういうポリシーの中で断られていたのか、その儲けということと存続、この辺についてお話を伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。儲けることの執念は非常に薄いんではないかと思います。はい、薄いっていうとちょっと嘘になりますかね。儲けなければそれは商売にならないわけですから、やってる以上は結果を出さなければいけないというのは一方にはあります。ただまあそう、いろいろな例を見たときに、というか私が言っていますのは、その売上が最優先されるものではない。で、本当にさっきも言っていただきましたが、その味を守るっていうか、守るというより美味しいものを今作るっていうことに最善を尽くしたり、皆さんが今、あ、これ食べてみたいなって思っていただけるものがもしできた先には必ず売り上げはついてくると思っています。で、そのやはり食べるものですから、美味しくなければダメだろうということにはかなり執念を燃やしているつもりです。で、ただうまきゃいいかっていうと、それだけでもなくて、その日持ちの問題とかそういうのも、ものによると中にそのなんていうんですかね、こう入れるものによっちゃ日持ちするようなものもあるんですが、お客様がご覧になった時にそれが、何を意味してるのか、なんでこれが入ってるのかってお分かりにならないようなものは決して入れるなと。そのために日持ちがしなければ日持ちしなくていいと。それで廃棄しなければならばそれはもう廃棄すべきだっていうふうに思ってます。で、そういうことから申し上げますと、だから儲けばっかりに走ってないというふうに申し上げられるんではないかと思います。で、私どものその経営理念っていうのが、美味しい和菓子を喜んで召し上がっていただくというふうにいたしております。美味しい和菓子っていうのは作る方のことであります。で、喜んで召し上がっていただくっていうのは、やはりそのいくら美味しいものであっても、そこで、売る人間がお客様のことを思って売らせていただかない限り、こんなつまんない買い物したって思われるんじゃ、美味しいものもそうでなくなってしまう。ですから、その方がお家に持って帰られた時に美味しいなって言ってくださった上に、さらにその菓子一つについても皆さん食べてらっしゃる方の中で話ができて、で、これ一体どういうことを考えてるやつがこのぐらいのことを考えるんだとか、これ作るにはどうするんだろうかっていうようなところまで、もし食べてらっしゃる方の中で話が出していただけるならば、本当にそれが本望だというようなことを言っております。働いてくれてる人間も大変重要だと思いますし、あるこの間日経ビジネスさん、5本かなで、この間取材をされました時に、従業、もしそれで会社が潰れちゃうんだったらば、和菓子をやってることで会社が潰れちゃうんだったらば、従業員のためにも和菓子じゃない洋菓子やってもいいんじゃないかっていうことをちょっと申し上げたんですが、そのぐらい働いてくれてる人に、厳しいことも言ってますけれど、それなくして商売は続けられないっていう思いもありますし、そこを大切にしないで、なんて言うんでしょう、売り上げに走るというつもりは全くないっていう感じです。答えになったかどうか分かりませんが、はい、よろしいでしょうか。他にはじゃいかがでしょうか。はい、どうぞ。どうも、朝日新聞の渡辺と申します。いつも本当ご贈答用品で困った時は必ず虎屋さんの羊羹を買わせていただいてます。で、
今のお話聞く限りですね、寅屋さんはこの500年という伝統を無事にずっとですね順調に守られてきたかのように受け止めたんですけども、その間にですね特に東京に移られてから、あるいは創業以来の危機というかですね、何かそういう何か危機に直面しているようなことっていうのはないんでしょうか。もし仮にあったとしたら、それをどういう形で克服されてきたのか、何か一つでもエピソードがあったら教えていただけませんでしょうか。私が社長になったのは1991年ぐらいからで25、26年経っちゃうわけなんですが、それから後っていうのは浮き沈みはありましたけど、その経営の危機に瀕するようなことは幸いにもなかったって言えます。今のところもしダメになったって言っても数年はまだどうにかなんじゃないかと思うぐらいの感じでおります。でそれまでの話でありますと、私なんかが父から言われた話で言えば、やはり戦後すぐの頃はかなり厳しい時代であったようです。私なんかがそのすぐ学校で学んできたり、そのどっかで教えてもらって、あるいはものの本で読んで、今のその企業っていうのはこうでなければならないとか、ビジネススクールじゃこういうことを大切だって言ってるみたいな話を若気の至りで得意になって親父なんかに言って、だから虎山こうしなきゃいけないみたいなことを言ったことがやっぱあります過去に。でその時にもう諭されたんですけれど、戦後すぐの頃にその働いてもらってる人に給料払えなかったこともあるんだぞと。今じゃ銀行さんの方がもしよかったらどうぞその融資しますから使ってくださいって言ってもらえてるけれど、あの頃はこっちから頭下げに行っても、いや虎屋には金は貸せないって言われたんだぞと。そういう時代があることもよくお前覚えとけって言われたこともありまして、そう言われちゃうと本当になんか偉そうなことも言ってられないなというふうに思うんですが、それは戦後すぐの頃にやはりそういう危機、あるいは危機ですね、あったように思います。砂糖の統制が始まって、戦争中は逆に軍隊の方のために羊羹作ったりしたんで、砂糖なんか本当に豊富にあったらしいんですね。だけど戦後になってからそれが一切なくなって、砂糖の供給もなくなった。今みたいな時代ではないんで、やっぱり砂糖は統制されてたようですから、でその頃はもう商売できないから数ヶ月店を閉めてたっていう時代もあったというふうにも聞いています。いかがでしょうか。他にはどうでしょうか。はい、どうぞ。はい、視点接点ジャーナリストの志村博夫と申します。ふるさと創生が今日本列島話題になっておりますけれども、商工会議所、各地の商工会議所、商工会、そして観光協会が今その存在感を問われておりますけれども、このクラブでラウンジで話題になるのはね、虎屋の羊羹ですよ。先代の黒川さんの先代、これの意向がね、今このクラブのラウンジでもね話題になっております。JC 青年会議所、商工会、これの中でね、ふるさと創生で話題になるのはね、先代の回答ですよ。そういうお話をが出てこなかったのは非常に残念に思いますね。御子自身頑張っていただきたいと思います。ちなみに私は日本 JC シニアクラブの広報委員長を
務めておりました。先代の会 JC 会頭の時に、はい、それはあのご質問というよりはちょっとご意見ということで。そうです、提案的質問です、社長の方いかがですか。あの お顔はよく存じ上げております。別に父を否定するつもりも何もありませんし、あのそれをただ同じように守っていくというつもりもない部分もありますし、先ほどもちょっとお話ししましたように、やはり父のそのある時代のやっぱり言葉の重みというのは、今こうやって皆さんにお話をしちゃうぐらい自分の中にも残っておるつもりでもあります。で、まあ彼らの時代にそのまあ青年の力でその日本を立て直そうというようなことで、青年会議所というものをまあ作ったというような思いというのもあの忘れてないつもりでもありますし、まあ我々が今の時代でやらなければいけないということを何かやはりやっていかなければいけないというのはあの感じておるつもりであります。よろしくお願いします。他はいか、はい、どうぞ、はい、安井さん、はい、どうもありがとうございました。あの朝日新聞の安井と申します。あの一つ人材の確保についてとお聞きしたいんですけれども、あの和菓子業界にとって、まあ、おいてその鳥屋さんはブランドだとは思うんですけれども、あの若い人がですね、今取りやすいのか取りにくいのか、和菓子業界にですね就職しようという人がどういうような今傾向にあるのか、であるいはここ何年間かご覧になっててですね、いい人があの取れやすくなったのか、なかなか取れないというような状況が今和菓子業界にあるのか、それへんのその人材確保の今の実態をちょっとお聞きしたいのとですね、でその入った人をまたこれ500年続いてる会社でですね、またそのまあ革新とはもう最近おっしゃらないとおっしゃいましたけれども、いろいろとあの変えてもらえるですね、会社を変えてもらえるそういう原動力に育て上げるためにですね、その取った人をどういうふうにこう育てていらっしゃるのかなと、何かその他にはないその人材育成っていうようなことをですねなさってるのかどうかっていう、その人材確保と育成についてちょっとお聞き、あのお考えをお聞きしたいんですけど。はい、あの人材確保は相対的に言えばやはりかなり難しい時期に来ていると思います。まあそれもこちらにやはり責任あるなって思う部分も多くございまして、ただ菓子屋だ人が足りないから来てくれぐらいのことで人が来るような簡単な話はやっぱない時代だろうというふうに思います。で私のところなんかも例えばですね、まあ大学生なんかもまあ、幸いにもお前とは恵まれてるって言われちゃうともうそれまでで終わっちゃうんですが、幸いにもその大学生であったりとかかなり多くの人たちが就職を希望してくれてます。ただだけどそれもあのまあこれももう何年 7,8 年にはなると思いますが、その日曜日ばっかり その採用試験を会社でやるみたいなこっち勝手なことを言うのやめようと、平日ですね、平日にそういうことをやって学校の授業を休んで会社に、今かなりそういう話が出てきてますけど、数年前から我々もそれに気がつきまして、いや土日あるいは夏休みっていうのもその採用しようよと、採用試験やろうよっていうようなこともやっています。で、まあ、それは意外と学生さんたちにあのまあ好評だったりして、今はまあそういう声は少ないかもしれませんが、何年か前はあの非常にそれで助かったって言ってくれるような、まあ、そういう工夫みたいなのもこっち側にもやっぱり必要だろうと思っています。あのこっちは知恵出さないとやはり人はなかなか来てくれないのは現状でもあります。それから私どもの方ではあの、まあ、先ほどちょっとオープンっていう話もしましたけど、いろんなお菓子屋さんのご子息であったり、まあ、菓子屋さんに限らないけれど、なんか何年間かそのトライアっていうところでなんか修行したいとおっしゃる方はもうウェルカムだというようなことで来ていただいてます。でそれもその必要人員っていうことのまあプラスアルファみたいな格好で、そうしないとまあ現場はまたすぐ5年経ったらいなくなっちゃうじゃないかみたいな話になるんで、
そういうことがないような工夫も凝らしたりして、なるべくこう広く、人材雇用、人材なんていうんですか、こう集めるようなことは考えておるつもりであります。それから、その方た人たちをどう育てていくかっていうことですが、やはり、なるべく多くのその経験を積んでもらうってことが大切だろうと思いますし、ミッドタウンっていうところ、意外とよくやってるのは、そのいろんなプロジェクトをやるときに公募制みたいなことを取ってまして、若い人手を挙げてやりたいやつは手を挙げてよっていうことを言ってます。それでミッドタウン、六本木にありますミッドタウンっていう施設の中に店を作りましたときも、手を挙げてくれた中で、じゃあ彼女に任せよって言った、彼女というのは入社4年目ぐらいの女性なんですが、一番いいアイデアを持ってたからって、彼女にやってもらったりというようなことをなるべく積極的にやってるつもりです。それから、パリに店がありますんで、そこにどんどん人を出してあのいます。でそれによって新しいものを見たり、あるいは世界のそのなんていうんですかね、今この間もテロがありましたけれど、ああいうところに身をさらすことによって、世界っていうものを知って、たかが菓子屋に入ったのに、そういう世界の中の自分っていうものをこう見つめ直す機会になったとか、学生時代にすごく絵が好きでいたけど仕事が忙しくて忘れてたけど、パリに行ってみたらそういうことを思い出したっていうような人間が出てきたりというようなことで、人を育てるっていうことに対してはかなりの時間を割いたりしてやっているつもりです。大切にしたいという思いです。よろしいですか。はい、じゃああと1問ぐらいいいと思いますが、いらっしゃいますか。他には1問、どなたか。はい、どうぞ。個人会員の川北です。先ほどですね、北海道産の小豆だけに頼っていてはダメだというようなことをおっしゃったと思うんですが、具体的な北海道産小豆以外のものをですね、どっか調達先を新たに開発しようとかですね、そういう計画があるのか、あるいはすでにやっているのか、どうなんでしょうか。小豆といえば北海道というぐらい、とにかく有名ですけど、多分それは生産量が多いからだろうと思うんですけれども、でもなんとなく有名だから、それ一種ブランドにもなっているわけで、そうすると北海道以外の小豆を使うとですね、なんとなくそれはまずいんじゃないかというふうに思われたりする恐れはないんでしょうか。今やそのアンパンなんかでもわざわざ北海道産小豆を使用なんていうことをですね、わざと書いてあるぐらいですから、ということで、その辺のところはいかがでしょうか。はい、ちょっと言葉も足りなかったと思いますが、北海道産だけではダメだというふうに申し上げたつもりではなくて、例えばですね、昔はやっぱり青森なんかでもかなりいい小豆取れたんですね。で気候の関係でそのだんだん小豆はこう上の方に押し上げられちゃっているのも事実だと思うんですね。で北海道でもその十勝のあたりが中心だったのが、だんだん上の方でも取れるようになってきちゃったって、上に行かないといいのが取れなくなってきちゃったって、上川地区だとかだんだん上がってきちゃってるんですね。でそういうのを考えると、やはり北海道だけに頼ってるわけにもいかないという気もするんですね。じゃあ国内でどこでやってるかっていうと、やっぱそれもないんですね。で去年なんかもその北海道の生産者の方たちが300人ぐらい集まってもらって、日本中の菓子屋が、30、40名この間行って、商品持ってって皆さんに食べていただいたりして、その交流の場を作ったんですけれど、やっぱりこう作る方たちは作って、例えば北連さんだとかそういうところに出しちゃったら、それで終わりみたいな状況もかなりあるんですね。そうじゃなくて、作った先はどこなんだと、我々は羊羹を世界へって言ってるんだから、世界の人に食べてもらいましょうよ、全国、今日は九州からも人が来て、皆さんが作った小豆を九州ででもこうやってっていうようなことはやっているんですけれど、それでも
いろんな気候条件なんかでもなかなかできなくなっていくかもしれないというようなことを考えたときに、まあ、世界の中で何か所かやっぱあるんですね。中国もあるし、カナダもあるし、オーストラリアもあるし、小豆作ってるんですね、アフリカでも作ってるかな。だからまあそういうところの研究もやはり一方ではしていかなければいけないというふうに思ってます。で、北海道の中でもやっぱり取れる場所によって味はだいぶ違ったりしている中は選別しながら今やってるというのが現状であります。はい、ありがとうございました。で、時間になりましたので、この辺で終わりにしたいと思いますが、最後に記号の紹介、ご紹介をいたします。大切なのは今ということで、記していただきました。これは何か意味するところを一言こちら、そうですね、まあよく皆さんに言われるのは、お前のとこはこう歴史があるからいいなとか、そういうことを言っていただくんですが、まあ、それは事実なんですけれど、だけどそれだけでじゃあこれから先をあなた保証してくれますかって言っても、どなたも保証してくださらないわけなんで、やっぱり今生きている我々が今のお客様に対してどれだけその満足をしていただけるようなことができるかと、今働いてくれている従業員の人たちがどれだけ満足をしたその人生を送ってもらえるかっていうことを大切に考えたいというようなことから、そういう言葉を最近言っております。はい、はい、ありがとうございました。最後にネクタイをちょっと、紺のネクタイをですねちょっと選んでいただきました。どうもありがとうございました。それではこの辺で終わりにいたします。